こんなようなこともできますね。それでは、国家座の席いますか。ですね、これ戦争映画で結構出てくることがある楽器なんですね。でその中の一つ、ワーテルローというナポレオン軍と、まあ、ナポレオン時代に戦う戦争映画で、コック・オブ・ザ・ノースというので出てくるんですが、その時の最後の方のシーンで、もうフランスの騎兵隊が刀で振りかざしてくるんですけど、最後までバグパイプを吹きながら分かってて殺されていくというシーンがあって、非常にお笑いシーンではあるんですけど、それに男を感じてバグパイプを始めたという僕の友人もいましてね、なんか人の価値観っていうのはいろいろあるんだなと思いますが、そのコック・オブ・ノースというそのマーテルローという映画で出てきた曲をトランペットと一緒にやろうと思います。ロシアの曲、さっきのカチューシャみたいな、ああいうのはあっちの曲っていうのは結構テンポをなんていうか自己流に崩していくところに何か味が出るみたいなのが多いのかななんていうふうに思います。そうですね、それでは一つですね、日本の曲一つがそのメドレーをやろうと思いますが、ハマチドリという曲なんですね。でそれにちょっとアニメの曲なんかを交えてやろうと思います。
どうもありがとうございました。トランペットソロは何か今日は今日は行かないです。わかりました。ではそうですね、時間があるからといってちょっと音を鳴らしててもうるさいだけかもしれませんが、日本の曲、あの民謡でこういうのもできますよというので一個あの赤とんぼなんかをやってみようかなと思います。ありがとうございました。